ノートパソコンで撮影していたんですが、ノートパソコンが、溶けまして、途中で途切れたみたいです。まだまだ演劇の稽古は続けます。おお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 。今、腹筋の力を使って声を押し出すみたいな練習をしていたんですが、ずいぶん怠けていたせいでものすごく衰えています。はっ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 、しんどいです。しんどいということは体力を使っているということだと思うので、まあ演劇の練習も兼ねて続けてみようかと思います。
になったとこ見てあげて。イワシになったとこ見てあげて。
ってた感じで久しぶりに、演劇の練習をやってみました。まあすごく最近太ったので、ダイエットも兼ねて、まあ日々のパソコン作業とかに疲れた時にちょっと河原に来て練習とかを続けられたらいいのじゃないかと思っています。まあ演劇の練習ってまあこんなことをねどっかでやってる人がいたら あいつは演劇関係者だと思っていただければ幸いです。それではまたお会いしましょう。さようなら。